はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえっと、今日はですね、うん、前回のエピソードの続きです。あ、そうですね。はい。うん、えっと、もう一回読むあ、そうだね。そうだね。はい、えっ、ー、と、まあ続きなんですけど、このエピソードだけ見てる方もいるので、読み、はい、ます。はい、質問です。はい。えっと、いつもありがとうございます。ありがとうございます。すごく勉強になりました。 質問がありますけど私はこのポッドキャストから聞いたことがあった言葉は「なんだかんだ」と「何でもかんでも」それはどういう意味ですかそして使い方も説明していただけませんか、うん、ということで、えー、私たちがこのポッドキャストでよく言う言葉で「うん、なんだかんだ」と「何、はい、でもかんでも」という言葉があるんですが、うん、それはどういう意味ですかっていう質問です。はい で前回のエピソードでなんだかんだについて取り上げましたそうですねので今日は何でもかんでもという言葉をやりたいと思いますはい、はい、お願いしますお願いします <laughs> 何でもかんでもという言葉もね、うんあのー、言います言うねよく言います確かに使いますよこれはいえー、これ難しいよ結構 うん、うんうん、何でもかんでもんかこう、まあ、例えばもう例文をいきなり言ってしまった方がいいと思うんですけど、はい、何でもかんでもやるのはよくないとかそうね何でもかんでもしたがる人とか例えばねちょっと今パッて出てこないんだけど なんか何でもかんでもっていうのは、えー、と意味で言うと「全部」みたいな意味なんですけど、うん、なんかその,その辺にあるものをこう全部みたいなイメージですよね。例えば、えーとうん、イメージとしては、うん、例えば旅行に行く時に、うん、あのスーツケースに。 うん、服とかを詰めていきますよね T シャツとか下着とかいろいろ詰めていくんですけど、はい、もう何でもかんでも入れる人っていうのはもうなんかめちゃくちゃにこう入れちゃうみたいな <laughs> あるもの目に入ったもの全部入れちゃうみたいなそういうイメージはい、はい、でも本当はその例えば2泊だったら、うん、例えば、ね、に2回二回 止まるわけじゃないですから、うん、例えば「替えの服は 2, 2セットでいいよね」とか「そうね」でまあパジャマがいるのかとか、うん、でもしかしたら「暑くて汗かくから着替えが何セットいるのか」とか、うん、考えて「これ何枚あれば足りるな」とか、うん、考えて入れるのはちゃんと入れてる感じはいはいはいでそうじゃない感じだよねそうそうそう、うん、だからこう何でもかんでもっていうのは若干ネガティブな うん、ネガティブっていうか若干が良くない感じのニュアンスはあるよねそう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 いう時に使うしねうん例えば、うん、何でもかんでも信じる人とかね <laughs> <laughs> 例えば噂とかさあとなんかテレビでなんか何とかは体に悪いらしいとかとか言って。 もう次の日からあれはもう体に悪いからやめ,やめた方がいいよみたいな信じてもちろん実際にそういうこともあると思うんだけど、まあ、言われたことを何でもかんでもこう信じてしまう今はですねやっぱりこうフェイクニュースとかもあるじゃないですかそう、ね、であとまあネット上の,その記事とかもこう、うん アクセス回数とかね、うん、再生回数を稼ぐために、うん、まあちょっと嘘じゃないけどね、はい、そういうの,の情報もあるじゃないですかそうねでそれも何でもかんでも信じるのはやっぱよくないよね、うん、ちゃんと自分で選んだ方がいいよねみたいな、うん、そういう時使いますねあるね確かにうんなのでまあどちらかというと、うん、わ悪い悪いイメージ そう悪い時に使うような気がするんですけどね、うん、そうだね、うん、いい時に使うっていうのはあんまりないかなそうそう何か何でもかんでもじ自体結構ざ雑な感じがしますねそうだね適当に集めちゃったみたいな感じがするのでうん、うん、丁寧じゃないかなって思うんですけどねうん、うん、なんか手当たり次第にみたいなイメージかなあ<ー>別の言葉で言うと確かにもう見てない見ないでこう,うん、うん 全部,全部その辺にあるもの全部みたいなねそういうイメージ確かにそうなのでまあさっきのネット上の情報とかのイメージが一番近いっていうかイメージしやすいのかなと思いますけど、ね、やっぱりこういろいろ例えばさ、うん、これはダイエットにいいとかね、うん、これは体にいいとかっていうそのいい情報も、うん、やっぱ何でもかんでもね やるのよくなないいじゃないですかそうだ、ね、例えばもうご飯食べないとかさいろいろバナナしか食べないとかね、うん、まあいろいろありますよねキュウリしか食べないとかね。かそれもちゃんとその情報の誰が言ってるかとかさ、うん、そのちゃんと情報源を見て自分のその。 信じるべきというか選ぶべき情報をちゃんと選んで、うん、見た方がいいよねっていうのはやっぱあるじゃないですかそう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 じゃなくてもう出てるの全部こう真実だと思ってしまうっていうのはこう何でもかんでも信じてしまう感じですよねそうだね、うん、確かに結構うちの親とかをこう何でもかんでも <laughs> なんかテレビにテレビに出てたら何でもかんでもみたいなところありますけどねあ、はい、まあ世代的にそうなのかもね信じちゃったりねうん、うん、新聞に出てたらもうなんかすごいみたいな確かにありますよね結構やっぱりそうだね、まあ、僕らの世代とか僕らの世代で若い世代の方はまあ生まれた時からまあインターネット に囲まれたりしてて、うん、ある程度そういうフェイクニュース的なこととか、うん、まあちょっと嘘っぽいこととかが世の中にあるってやっぱ知ってたりするじゃないですか。そうだ,ね、だからこう自分である程度本当に大丈夫かなこれって思ったりするんですけどうん、うん、僕らの,その親世代は怖いです。<laughs> <laughs> 怖い。<laughs> 怖い。本当に怖い。と思う。そういう意味だだよからそそれこそ本当に 僕もうちのお父さんとかね iPad とか使ってるんですけど出てるのこれ何でもかんでもこう見て買ったりしちゃダメだよみたいなよく言いますけどね確かにねそういう時使うか確かにねアプリとかすごいダウンロードしてる確かに全部はいはいはい怖いね何使うのっていうそうだから気をつけないといけないですけどね確かにねうんまあそういう時に使う言葉ですね まあね、もし伝わっていれば嬉しいですけど、ね、ちょっとこうなかなか微妙なニュアンスの言葉ではあるので、うんね、またこれも例文を作ってもらってこれで合ってますかねみたいなのもだけるといいかなと思います。なのでそうね、うん、これもまた僕らが言っている言葉なんですけど確かに言われてみたらちょっと分かんないかもしれない。 うん、というやつでした。はい。はい、今度は指摘していただけると、非常に。いいですよね。え、そうそう、難しい言葉をね、言ってるんだっていうのもわかりますし、そ,<う>それをちゃんと説明しないといけないな。っていうのも、気づきになりましたね。そうですね。うん、あの、僕が昔。一、はい、人で、ポッドキャストをやってた頃。で、もう自分で何か言った時に。 あこれ難しそうな言葉だなって思ったら、うん、言い換えたりしてたんですよそうねそうでももうこれいくつですかエピソードの800回に近くなってきてるそうそうそう <laughs> でもうそれ前言ったなとか、うん、もう慣れてきちゃって結構最近はスッと言ってしまうことも多いそう申し訳ないです、うん、と思うんで、まあ、でもさずっと1回目からずっと聞いてる人からしたらさ「いやもういいよ」っていうのもあるかもしれないじゃん まあね。その説明も聞いたよみたいなはあ,、はあ、あるかもしれないので、はい、あのー、まあ、気になったことがあったらぜひこうやって指摘していただいて聞き直していただけると嬉しいですそうですね、うん、ということで今日は何でもかんでもという言葉についてお話をしました、うんはい、どうもありがとうございましたありがとうございましたではでは